鉄道利用運送事業とは、輸送コンテナなどを用いた、鉄道貨物輸送で、荷主の初国王から北口まで貨物を取り扱うこと。かつては、通運と呼ばれており、日本通運や福山通運の社名もこれに由来する。宅配便が登場するまでは、唯一のドアツードアの運送形態であった。大型トラックに搭載された大和海輸の保有する、鉄道コンテナ。なお、 大和運輸も首都圏で鉄道利用運送事業を手掛けている。鉄道コンテナ輸送の場合、出発側の荷主が申し込みをした、鉄道利用運送事業者がコンテナを乗せた、大型トラックやトレーラーで、指定の時間に荷主のところに荷物を集荷して、コンテナに積み込み、最寄りの貨物駅まで運びその後高速コンテナ列車に、そのコンテナを積み込み輸送して、到着側の荷主がいる。 最寄りの貨物駅に到着後積み下ろし、その後鉄道利用運送事業者の大型トラックやトレーラーにコンテナを乗せて到着側の荷主のところに指定した日時に荷物を届ける。輸送量はオンレール部分とオフレール部分が合算され、いずれの運賃料金も貨物の種類とコンテナの規格と輸送距離により決まる。また自然災害により鉄道による 貨物輸送が不可能になった場合、鉄道利用運送事業者が代替輸送を実施する。加えて、昨今は輸送実績が低迷した鉄道路線の貨物列車運行を中止し、鉄道利用運送事業者にオンレール部分のトラック便輸送を委託することがある。ありがとうございます。